まあ嫌いな苦手な納豆を克服したところで、次は口直しっていう言い方もおかしいんですけど、今度は大好物なイチゴを食べたいと思います。限界まで食べてみたいと思います。ちょっとイチゴ取ってきます。じゃん、大量のイチゴです。大量のイチゴです。美味しそうですね。すごいいい香りがしますよ。そうです、私はイチゴをすごいよく食べるんですけど、今日は限界に、大好きなイチゴがどれぐらい食べられるか限界に挑戦してみたいと思います。いや、楽しみですね。コンデンスミルクをつけたらもっと美味しくなりますね。すごい真っ赤なイチゴ、いい香りです。じゃあまずコンデンスミルクなしで普通に食べます。うん、甘くて美味しいです。うん、すごいジューシーです。うん、おいしい。いや、でもなんか大好きなイチゴだったらもういくらでも食べられちゃいそうですね。よいしょ、テンション上げて。じゃあ次はちょっと先にヘタを取っとこうかな。このいちごにコンデンスミルクを逆さだけど乗せたいと思います。うん、すごい美味しそう、美味しそう。甘いいちごがさらに美味しくなります。じゃあ食べます。ここは豪快に一口でいきたいと思います。いけるかな。あ、どうしよう。いただきます。うん、うん、うん、OK。 うん、うん、うん、おいしい。